ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、タイプさんとの恋愛編、うん、恋愛編どうやってタイプさんとうまく恋愛をしていくかっていうお話をまた、うん、タイプ2に続いて、うんうん、でよく、まあ、タイプ3でどんな人かっていうと、うんうん、まあ一言で言うと、まあ、その達成する人とか、うん、だからできる人ですよね。そうですね、エリートっぽい人、はい、うん、あのエニアグラムでパートナー探しって本の、まあ、3の紹介を見ると、まあ、人からよく思われ成功し、うんうん、生産的で効率よくありたいという欲求に動かされていますと、で常に自分は成功した人であるっていうイメージでいたい、うん、だそのイメージですかね、人から受けるイメージを自分が実際に成功してるかじゃなくて成功してるように見せたい、はい、し、うん、まあ、実際この人たちはその成功に向かってちゃんとやれる人、うんうん、あその見せたいんでね、はい、うん、努力はちゃんとしてる、努力はしてる、たまに見せかけの部分もあるけども、うん、っていうことですね。あ、なんか大きなこと言って、はい、それを達成するために頑張ってるみたいなところなんで、はい、なんで、うん、あのよく本とかで言われるのは、うん、まあ、優等生タイプだけども、うん、腹に一物があるみたいな言われ方、うんうん、今本心は出さない、うん、なのでエリートに見せたいわけじゃないですか、はい、エリートできる人に見せたい、はい、けどできない部分っていうのはいっぱいあるわけですよね、はい、でそういった部分を隠すんで、隠す、はい、表と裏があるみたいな、なんで、まあこの流れで行くのは良くないんですけども、うん、よく挙げられる芸能人としては、例えばその、論文の厚さんとか、うんうんうん、めぐみとしあきさんとか、うん、バナナマンの設楽さんとか、うん、郷ひろみさん、うん、木村拓哉さん、うん、なんかがよくその、タイプさんとして、うん、まあその、本心は言いませんみたいな。うんうん、見せませんみたいな。まあ、わ、うん、かんないですけどね。わかんない。私が本当にタイプさんかどうかもわかんないんで、まあ、はい、あれですけど、もしこうそうであれば、こう本心を隠さずにいい面だけをこう見せてるみたいな、はい、うん、でまあ女性でいうと、まあ、ちょっと古いって私は言われたんですけどあの浜崎あゆみさんとか、うん、松田聖子さんとか、あとシェリーさんとかが、うん、なんか言われてたりします、うんうん、まあ、なのでこっちはあれですよ、年代別に出してる感がなんで、まあ、はい、この人たちをどう口説いていきましょうかと、うんうん、好きになった時、うん、みたいな話、うんうん、で、このタイプ3の人の恋愛傾向として、うんうん、こちらエニアグラム9つの性格診断編を読みますとですね、タイプ3の恋愛傾向、うんうん、相手のルックスや地位、うん、収入などにこだわると書いてあります、うん、なのでその、まず自分に価値がなければ愛されないのではないかと思っています、うんうん、そのため自分は手の届きにくいところにいる恋人だと思わせようとすると、うんうんうん、なんでその外見的な魅力にこだわって服装や髪型を整えて、うんうんうん、女性ならメイクや美容法に多大な関心を寄せていますと、うんうんうん、男性なら特に学歴やキャリアをひけらかして異性の関心を引こうとするかもしれません、うんうん、恋人にはなるべく自分の価値を高めてくれるような相手を選ぶとするでしょう、うん、なんでこんな偉い人と付き合ってる理想的な私、はい、うん、もう一個上に行けるんですよね、うん、この人たちのステータスよりも上に行きたい、はい、ね、なんで、男性なら美人でスタイルの良い女性、うんうん、女性なら友達に自慢できるような職業や収入の多い男性といった具合を選ぶでしょうと、ただまあ実際に付き合い始めると今度は理想の恋人を演じようとして、いかにも恋人同士にふさわしい場所をデートコースに選んで、いかにも恋をしている人が言いそうなセリフを口にすることでしょう。ディスってますね、これ。愛してるよとか。なんでそのタイプ3にとっての結婚は自分の人生を成功に導くような結婚、ステータスにつながるような結婚でなければなりませんと。そこで職業、相手の職業や収入、肩書きにこだわるわけですと、うんうん、なんでそのタイプ3は合理的なので、うんうん、自分の野心のために愛なき結婚に踏み切ることもできます、うん、あ、書いてあります、うん、心当たりがありますで恋人やパートナーとの生活では記念日を大切にして、うん、あのレストラン、高級なレストランやプレゼントで祝ったりするでしょう、うんうん、ってことが書いてあります。なんでこの
パートナーとの付き合い方としては、その、うん、タイプ3は心のどこかで相手とあまり親密になりすぎることを恐れている、うん、自分がバレちゃうから、うんうんうん、なんでその、あ、書いてあるごめんなさい過ぎちゃった自分に親密になると本当は魅力のない人で思われるのではないかって、うんうんうん、中身のない人間だと思われるのが怖いと、うんうん、なのでそのパートナーとの関係でも、うん、なかなか自分の心の内を明かしてくれませんと、うん、3のタイプ向けの人に言うと、うんうん、まあ、あなたがタイプ3ならパートナーにはそれがあなたのことを冷たいと感じさせる原因になっているかもしれませんと、うん、なんでそのタイプ3は理想のパートナーの前でも自分をさらけ出せない、うん、本心を隠してる、隠してる、うん、から、あなたがパートナーと関係をより良いものにしていきたいと思っているのなら、うん、素直になりましょうって書いてあるんですけど、うんうん、まあ、こんな人をね、うん、さあ我々が好きになった時にどううまくやっていくかを考えたいと思ってた。松田聖子と付き合いたいってそうで、私が真っ先に思ったのは多分例えば、うん、コンパで来ました、うんうん、だとまず、まあ、この要はタイプ3のタイプ、うんうん、タイプ3がコンパに来ました、うん、だと輝いて見えると思うんです、うんうんうん、もう自己主張ですから、うん、輝いて見えますよ。多分魅力的な人が多いと思いますよ、はい、まあ、女性だったらこう身なりをこう、はい、他のタイプよりも意識する感じじゃないですか。身なりも整っていて、こう整っていってこう よりよく見せるためにこう美容に気を使ってたりとかって書いてありましたよね、はい、なので多分魅力的な人は多いんじゃないかなとは思います。なんでそういう介護、うん、コンパとかできた時に結構好きになるのかなっていうのは僕もピンときたりはするんですけども、うんうん、いざじゃあ話が始まると、うん、私あのタイプ6だと自認してるんですが、うんうん、踏み切るかなと思って、うん、まあ僕は話し合わせられるかなですよね、はい、いやなんであの、うん、タイプ3の人は多分話もうまいと思うので、話、まあ、何自分がバーッと喋ってるわけじゃないですか、はいはい、でこの人たち求めてるところが高みを目指してるわけじゃないですか、ね、俺そっか、でそこにその期待に応えられる自分を演じられるかなっていう。そうなんです。そう で僕は言いたかったのはで僕は多分降りると思うんですね、階段を、うんうん、なぜなら、うん、僕はこの人たちが求めるところに行けないと思うから、うんうん、高みを目指してる、はい、だから相手にも僕は無理だってなるんですけども、うんうん、今のこの話題はこの人たちとうまく付き合う方法である、うん、でも口説きたいって考えると、うん、そういう人を演じればいいっていう、まあそういう、そうなので俺できるよ、できる人を演じ続ければ苦しそうですよね、はい、でもまあ無理してない自分を大きく見せるみたいなところじゃないですか、はいはい、男の人だったらいい車乗ってとかですよね、ポルシェ乗ってとか古い発想が古い発想がでもなんかそういうとこですね、上場企業のお偉いさんっていう肩書きを持つとか、はいはいはい、与沢翼さんとかね、そう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 、はい、っていう肩書きを身につけようとするか、そういう持ってるものをきらびやかにこうロレックスの時計して、はいはいはい、いい車乗ってみたいな、まあ、バブルの時のあっていう、うん、ようにすれば、うん、あのこの人たちは向いてくれるかもしれないですね、多分寄ってきますよ、はい、うん、この、まあ、そういうふうに口説いたことはないんですけど、もう知り合いのタイプ3の男性の人、男の人、いいんですかその話はして、大丈夫ですか、まあ、これだけじゃ全世界特定はできないかなっていう、はい、なるほど、あ、そっかこれは言っちゃまずいのもあるんだなじゃあ言っていいことだけ言っていい、うん、とその人とかはまあ僕も男性、その人も男の人なんで恋愛関係とかではない、はい、当たり前ですよねいやもちろんですけど、なんか結構あのこの人稼いでるとかってなると、はい、パパパパッとそっちにこう行くんですよね、 あの人のすごい稼いでるって何してるんだろうみたいな意識がすごいそっちに向く、はいはい、っていうのがこうすごく感じるので、はい、多分自分自身もすごく稼ぐようになると、あ、稼ぐっていうかそういうこの人たちが求めるような高みの人を演じることができれば、はい、この人たちはこう注目を集めることができるんだろうなっていう、なるほど、
だとすると、うんうん、仕事を頑張って稼げってことですか、ね、あ、そうそう、仕事を頑張って、女性を口説きたいなら仕事を頑張って稼げ、そうそうそう、で男性、まあ、自分が女性で男性のタイプさんの人だったら徹底的に磨けですかね、徹底的に美容に金かけろ、金っていうか時間とかもう運動したりとか、労力を惜しむの、運動したりダイエットしたりとかしてもうスタイルを抜群に整えるきらびやかなトロフィーになれ、そうそう、そういうとこですよね。なのである意味分かりやすいですよね、分かりやすいかもしれない、うん、心のなんか小さい動きとかっていうよりも分かりやすい目標に向かって努力して、はい、それを達成していけばこう気は引けやすいのかなっていうっていう未来が見えると、うん、無理って階段降りちゃうんですよ、ね、そこにだからそこをやってもいいってだけのモチベーションがこっちに湧くかですよね。がもう今実際に権力があるか、うん、権力があ、そうそう、もうすでにそれの地位と権力が、はい、権力魅力があるか、はいはい、これちょっとディスってましたかね。まあまあ面白いんじゃないですか。なるほど。で、まあ、あの、うん、タイプ3とこうするとうまくいくよみたいな、うんうん、こちらの本でいくとですね、うん、まあ、タイプ3の付き合い方、うんうん、褒め方みたいなことで、まあ、やっぱり業績や成功を褒める、うんうん、すごいですね、うん、っていうと喜んでもらえる。そうそう、でこの具体的に褒めるといいっていうのは言いますよね。例えば数字を出す、なるほど、業績昨年度2倍出したんだってみたいな、さすが合理的な人そうっていう具体的な数字を出すとより喜ぶみたいな、その時計いくらのやつでしょみたいな、すごいよねみたいな、なるほど。あとは例えばその努力と勤勉によってそれができたんだよねっていうことをちゃんと認める。いや、この人たちも何、あの今あの虚栄みたいな扱いをしてますけど、うん、いや全然実はちゃんと努力の、努力だけど上に向かってする人、あんまり努力を見せるのも嫌いなんで、なるほど、すごい頑張ってるんだってっていうのはあんまり響けなかったりとか、あ、全然大したことないですよ、全然そんなに大したことないですよみたいな感じになるんで、なるほど。あとは表面的っていう批判を気にするので、うんうん、それは絶対言っちゃダメと、あ、そう、多分自分で分かってるんですよ。あ、いや、私がそのビビってるみたいなこと言われるとどうって反応するのと一緒ですね。図星を突かれると表面的とかうさんくさいとか言われると言われると、そうですね、うん、あとはその批判的なことに焦点を合わせて、うんうん、過去の過ちを持ち出すっていうのは良くないと、うんうん、なぜなら、まあ、フィーリングタイプなので、うんうんうん、あの過去なんですよね、目が向いてるのは、うん、そこを否定するのはもっと良くない、うん、ますます良くないと、うん、でこの人たちよく見られたいわけですからね。そうですよね、はい、人からどうやったらよく見られるかっていうのに意識が向いてるんで、批判するともうこの人知らないみたいな。あとは、目標に向かって一緒に働きましょうと、うんうんうん、要は生産的な活動を通じてタイプ3は上手に付き合うことができます、うんうん、なんでタイプ3が努力しているなら、うん、あなたも努力する、うん、努力するし、なんか目標タイプ3、僕の知り合いのタイプ3の人は、はい、目標が一緒の時はバーって連絡来たりするけど、はい、なんかちょっと外れると一瞬で興味を失せる、興味がなくなって連絡とか来なくなるんで、そう、なんで、うん、まあ、書いてあるのは、よく書いてあるのは彼らは生産的を、うん、生産的なことをしていないと不安になる、うんうんうん、そうそうそう、なので方向性が合う時はいいんだけど、はいはいはい、合わなくなると途端に連絡もなくなるっていう。あとはまあ支える方法、まあ、パートナーになった時に支える方法として書いてあるのは、職場では効率的に自分のことを言うんですけど、うん、主張もしますと、うん、ただ私生活ではそうでもないので、うんうん、あの何を望んでるかを聞いてあげるっていうことですとか、うん、リラックスして、うん、いいんだよそんなに走らなくてって、うんうん、いうことですとか、うんうん、内面を大事にしてねと、うんうんうん、でもこれも言われたくないことですよね。そう、そう、そんなに不安抱えなくていいんだよって言われてもってところじゃないですか。難しいな。難しいですよね。自分で気づいて、あ、この不安は自分で作り出した不安だみたいなことで気づけばそのように行動できるけど、はい、人に言われるとっていうところじゃないですか。あのね、うん、タイプ3、タイプ3、今あの15分ぐらいで話が終わってしまったのが、うんうん、多分今話してるのが、うん、タイプ6とタイプ9です、うんうん、
基本なんか僕は行きませんねみたいな話とうさんくさいですよねっていうことしか言ってなくて、これ良くないぞって今、うん、あタイプ6のやばい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 っていう信号が、まあこの人たちは本当にそういうところに目が行くんでっていうのがディスってるって話ですよね、はいはい、僕は今ディスってるのではないかっていう、うんはい、でも結局そのうまくいこう、この人たちが成長するのと、はい、囚われてるのでこう、この人たちでいかにうまくいこうかっていうのが、はい、その囚われを利用してこう相手の心に今入ろうとして、ね、入ろうとしてるわけじゃないですか、はい、そうするとそういう囚われの話になってくるんで、ちょっとディスる感じに、あーなるほど、でこの人たちが本当に囚われを手放すと、まあ、そういうところに目が向かなくなるんで、なるほど、まあ普通にこう人間関係として付き合っていきましょうみたいなところじゃないですか。まあそうですね、こう口説く方法とかも何もないみたいな、はいはい、あ自分も偽らずに偽らずにちゃんと気持ちを伝える伝えるみたいな、でそれで受け入れられるかどうかみたいな、でここでこのタイプとうまくいくにはみたいなのは、その人の囚われを利用してうまくいこうとしてる今はね、そう、そういう話をしましたね、そうそう、なので口説こうとしたから、口説こうとしてるから、はい、いかに立派なトロフィーに慣れていましたから、そうそうそうなんですよ、でこう褒めろですよね、はい、相手の業績を褒めろとか、立派なトロフィーになって褒める、うん、そうそう、で相手のトロフィーも褒める、はいはいはい、自分自身も立派になって、でもまあそれでずっと高め合っていければうん、うん、それはそれでいいことですよね、そうそうそう、うん、だから三同士とかは合いそうですよね、まあ、方向性が一緒なら、ああもうぶつかり合うと思う、ぶつかり合うとはあれですけどねミッションクリアでございますディスってる感じですけど、全然僕はあのあダメだんすいません、自分は統合の方向が3ですからって言おうとしたら違う違 う, う 逆, 逆だったらと逆にこううさんくさいと感じやすいタイプさんのことを、そうなんですよね、うん、なんか大きなこと安心できない、なんか基本大きなこと言ってるんで、それ本当かよっていう、まあ僕はあの全てに反対のでもこれは僕の手放すとこですからね、うんうんうん、全てに反対っていうのは、うん、はい、でまあタイプ9は成長の方向なんで、この人たちは参考になる、そうです、ね、この人たちの行動は、この行動の仕方、そうそう、目標を定めてみたいな、効率的に動くっていう、うん、だから女性の口説き方も目標を定めてなんですよね、あの人を口説くにはどうしたらいいのかみたいな、自分を磨きながら、自分を磨きながらあの手この手でこう攻略していくみたいなやり方を、はいはい、詰将棋でっていう、まあ僕の知り合いのタイプさんの人はそういう感じで女の人を口説いていくみたいな、なるほど、うん、だから営業的ですよその人は、ね、何時にアポ取ってみたいな、何時にアポ取ってもあるし、こう営業マンの考え方って何件アポ取ったら 何件契約するみたいなその思考ですよ、何回アプローチしたら何回目でどうなっ制約してみたいなっていう感じなので、もうダメなら次を言ったらいいんですよみたいな、効率的、そう合理的こうそう効率を求める人なんで、はい、はい、っていうタイプさんも面白いですミッションクリア、ミッションクリアです、ありがとうございました、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします、ありがとうございました、はい。